どうした？俺は誰よりも現実を見てる。今何をするべきか。お前か。どうだ、飯まで少し話してかねえか。ああ、さっきまでこいつらとお互いの夢とか目標とかの話をしてたんだ。ああ、早く一人前の兵士になって巨人を駆逐する。そして外の世界を自由に探検する。それが俺の夢だ。私の夢は巨人から土地を取り戻すことですね。そうしたら食料は増えますし、ゆくゆくはお肉も。サシャは本当そればっかりだな。あ、俺にもあるぜ。立派な兵士になって村の奴らを見返してやるって目標がな。で、お前は確か。お前はそうだったよな。いつか一緒にぶっ殺そうぜ。鎧の巨人か。俺見たことねえけど、すげえ硬くて強いんだろ。なんつうか、頑張れよ。それでいろいろな肉料理を。いい匂いがします。そろそろ夕食の時間ですね。お、本当だ、腹減ったな。じゃ、俺たちは先に食堂に行ってるぜ。まあなんだ、お互い夢を叶えられるようにこれからも頑張ろうな。よし、俺たちも飯を食いに行こうぜ。アルミ、さっきの講義なんだけどさ、わかんねえところがあって。おい、アルミ。あ、ごめん、聞いてなかった。明日でもいいかな。ああ、別に構わねえけど。なあ、あいつどうしたんだと思う？どうしちまったんだ。疲れてんのかな。あの様子ちょっと心配だな。手分けしてあいつを探しに行こうぜ。
くの役立たず！いつからいたの？もしかして見てた？嫌なことってわけじゃないんだけど、実は少し前にキース教官に呼び出された日があっただろう。あの時壁上固定法の運用について意見を求められたんだ。その時の僕の意見が実際に採用されて、ちょっとした成果を上げられたまでは良かったんだけど、その評判を聞きつけたハンジさんに調査兵団全体の演習計画を立案してくれって言われて、そんな大役僕なんかに務まるのかな。その君を見込んでまた頼みがあるんだけど、全体演習が失敗しないように手伝ってもらえないかな。本当？君に頼んで本当に良かったよ。ありがとう。それじゃあこれからよろしくね。迷惑かけて悪いけど、本当に頼りにしてるんだ、君のこと。すごいな。調子はどうかな？信頼って大事だよ。
穏やかな気分だ。意見を聞かせて。既存とは違う視点が大事だよ。部下の生活を守らねえとな。見事なもんだ。